はい、それでは組んでいきたいと思います。 H が多分あれだね、前後のデフで A2 がセンターかな。はい、ここはね多分そのまま組む感じだと思うので、はい、ちょっと組んで、そのままね組んでいきたいと思います。多分結構時間かかるので、早送りで、はい、ウルトラジョイントグリスなんですけど、はい、 SMG のグリスですね。ちょっとケース違うんですけど、はい、これで組んでいきたいと思います。はい、ここの辺は普通にね、説明書通り組んでいけば問題ないと思います。よし、でこっちか、こっち、うん、このね、オーリング結構ね、いろんなこれ塗ってますよとか言う人結構多いんですけど、まあ、僕は今回ちょっと初見なんで、はい、説明書に書いてある SMGA ウルトラジョイントグリスを塗っていきたいと思います。はい、完成で、これ多分オイル入れるんですよね。でね、今回オイルすごい細かく書いてありますね。フロント7000、リア3000、センター1万で、なんとオイルの量が 3g。 ここが多分ポイントだと思います。ここポイントですね。はい、一旦ちょっと置いておきます。はい、3000番は全然想像もしてなかったな。だいたい僕ね、3000番より、普段というか、昔やってた時は、5000番とか4000番ぐらいまでしか入れてなかったので、はい。全くオイル持っておりません。なので、注文して、またね、デフのオイルを入れたいと思います。はい、お、ハマった。で今回ね、普段ねあまり、電動ドライバー使わないんですけど、結構ね、ネジが長いんですよ81バギーって。まあ、レーシングほど長く、レーシングは基本的にあんま長くないんですけど、基本的にねエンジンバギーって結構長いネジを使うので、電動ドライバー必須です。はい、これね、あれだわ、先っぽにちょっとグリスをつけてあげて、グリスをちょっとつけてあげると多分音なんなくなるのかな。あ、なんなくなりました。グリスに行って、ネジにグリス塗ると結構いいと思います。はい、
グリス塗らないと意外と硬かったりするんで、はい、グリス塗ってあげるとスムーズにね奥まで入ってくれるようになるんで、ネジが、はい、おすすめです。まあ説明書にも書いてありますね。はい、ここにね、ここにネジにグリスつけてくださいっていうふうに書いてあるんで、はい、ぜひね皆さんやってみてください。はい、まあここまでね全く説明書通りです。何も、うん、何も特別なことはしてないんですけど、まあこれをね、3つ作っていきます。はい、なので、3つできるまで、スキップします。これね、溝がついてるのがいいっすね。溝めちゃくちゃ簡単、もう説明書通り組むだけ。ちなみに今、12時、夜中の12時です。はい、さっきまでね、さっきっていうか今日の夕方ぐらいまでずっとね愛知県にいました。愛知県のねイベントにまあ行ってたんですけど、まあ皆さんね多分後々 Facebook とかに見れば分かると思うんですけど、はい、巻き戻ってもらえれば多分分かると思うんですけど、豊田市にね、愛知県の豊田市に、3日間行っておりました。はい、そこでイベントを終わらせて、そう、家にね届いたよって言われて、もう急いで終わらせて帰ってきました。はい、で先ほどねシャワーオープニング撮って、その後シャワー浴びて、で軽くご飯食べて、まあ夜なんですけどね、お昼夜食べてなかったんで、はい、夜ご飯食べて、で今、撮っております。ちなみに朝ね5時半起きだったんで、すごく眠いです。眠いんですけど、なんとしてでも早く組みたいなと思って、はい、動画を撮っております。はい、仮止めまだオイル入れてないんで、はい、すごい音もうちょっとグリスつけよう。グリスつけるとね、なんか音がだいぶなくなるんで、まあ、つけすぎも良くないと思うんですけど、よし、はい、はい、無事にデフ組み上がりました。正確にはオイル入ってません。はい、ちょっとねオイルが今手持ちにないので、後ほどねオイル入れる動画を、追加で、この後撮りたいと思います。はい、それでは次行ってみましょう。